うまい。優勝で幕を閉じました。はい、今日は4日1年優勝戦勝っていきたいと思います。シリーズのベスト9が今発走機に揃いました。一応ね、軸は1、であと2、3、5、7、9の3連服手広く。でもこれ一応ね、あの2600円分買って資金割りして、当たれば一応プラスになるあれなんだよね、買い方なんですけど。3番青森新山強兵、これどうなんだろうね。地元っていうか、あの、まあ、浅い軸にはしたけど、浅い、なんかね、浅い、俺、あんま好きな選手、まあ、好き嫌い言っちゃいけないんだろうけど、どうなんだろうね。まあ、とりあえず、まあ、新山が SS なんでね、SS の走りをどうするのか、最近しょっぱいレース続いてるからね。森沢と中田の競りでしょ。ここから4社の勝ち上がり、どうなんだろうな、これね、本当に人気になっていますが、まずはここ競りをしのぐ勝負どころで次回に行くのか、中田健太が番手主張です。それともあの、こう、もう ここに浅井光太が周回中から直付けマークなのか、どうなんだろうね。最近あんまりあの勝負どころで番手競りは見るけど、最初からじあの直マークの競りってあんま見ないよね。浅井光太はこの4回地ホームの G3 4回取っていますが、令和になってからはまだ取っていません。まあ、とりあえず今回は浅井選手から、そこにピリオドを打つか。前取るよな、浅井な、1番車が。決勝戦のスタートです。そうだよね、やっぱ前取り行くよね。が飛び出して3番の新山強兵も出ましたが、浅井光太の前取りです。そうだよね、新山に出させて、新山に出させて突っ張られたら終わるのもんな。かなか多分叩ききれないと思うんだけどな。これ逆なのね、ワンチャンね、新山のやる気次第で、あの、こう、踏み出しいからね。まあ、ただその時、森沢と中田競ってるからね、これ、つけきれるかっていうところがあるけど。そして6番の渡辺トム。もう、肩がプラス、浅井、渡辺で前段です。9番の諸橋が、ああ、うわ、うわ、周回中から直だ、もう。バチバチ行くね。新山強兵後ろ攻め5番手です。あ、行くんだ。すごいやるね。久しぶりに見て俺こういうの。森沢が内側です。その森沢マークに5番の成田和也、さらには8番の庄司信弘。ちょっとね、今勘違いを見ながら、この2番手狙ってきたのは4番の中田健太、3番の新山強兵の後ろは競り。すごいね、これね。次の7番の森沢太志、これワン、これ後ろちぎれんじゃない。これ三がさ、叩きに行って、後ろちぎれて、カナブがはまって、なんえ、浅井の優勝って、なんか、こう、すんなり決まっちゃいそうな展開だけど、そうもねえのかな。そうだね、昔と違ってね、今、踏み出し勝負だから、外がいいよね、外競りが。数回中、これ、こんなに。踏んでバック踏んで、もう一回踏み直してバック踏んでと、これ発祥もするだけじゃねえのかな。勝負どころで一発いきゃいいと思うけど、その新山の後ろは競り合い、どうなんだろうね。森沢太志が外へ持ち出しました。これね、あの3-7で叩いてしまえばね、多分ね、もう7-3で、7-3か7-3、あの7-5ぐらいで多分終わると思うんだけど。いや、もうバチバチだな、これ。落車しなきゃいけないな。あ、まあそうだよね、これ。これで頭叩いちゃえばいいんだ。叩いちゃえば終わるんだけど、おおっと、旧車でブーメランすんだ。新山、頼むぞ、これ。そりゃ、観客も怒るだろ、これ。あーで、これ後ろ競りだ。いや、そうなると、そう、そりゃちぎれるよな。ほら、これ多分3叩き切っても2がはまるから、これ多分神奈川かあれじゃない、これ浅井の優勝じゃない。ほら、あー、もうダメだね。もう浅井後ろ見て余裕だもん。で、成田が自力で自分で行くけど、そりゃ出ねえよな、これ。これでかかってるや。これ地元優勝じゃない。これ浅井だね。諸橋さすがだね。突っ込んできた。おわ。これ当たったけど、入っとしちゃうから、それ嬉しいよな。令和に入って初めての
地元優勝。山強兵が一社になって体がはまって、いやなんか気分気持ちは複雑だけどね、浅井の優勝で。まあでも今回軸にしてるんでね。その後ろに一番の浅井コーター、そしておととしの覇者の森橋めぐむ。すー、最後は直線の攻防。ただ新山の何なのあのブーメラン、あれがなんかちょっと個人的にはだけど、まあ、そういうこと言うとあのコメント欄なんかもいっぱい書かれちゃうんでね、もうほどほどにしますけど。日着からそれは際どくなっています。ハイトイグラス君だろうな。これ3連服なんでね、これ3連単だったら、ま、満州かな1万、まあ、そう、まあ、地元浅井の優勝だからね、そんなに跳ねはしないと思うんだけど、最初見た時40何倍だったんだよね、あの3連服は。浅井コータの優勝ですが、日着からそれは接戦です。道中もスタンドから大きなどよめき、そして拍手も起こりました。カダカの突っ張り、これで大いに沸きました。配当が気になりますね。ちょっとカダカの後ろを回って、どんな気持ちで周回を勘中杯のおかわりを今ね、出張先のホテルであのさっきねご飯食べてきて戻ってきて、今これ見てるんで、あの見ながら買ってるんですけど、ね、その後ろからの強襲でした。そしていくらだろうな、諸橋恵夢を突っ込んできています。イチャからそいは際どくなりました。ベイサイドナイトドリーム G312 レースの S 級の決勝戦が終了しています。この後の決定放送まで、ここで放送です。皆さんがここまで見てるかわからないんですけど、ベイサイドナイトドリーム、あれですね、大阪関西万博協賛競輪、S 級決勝、こう最後のこの一杯は献杯させてください。あの分かる人は分かると思うんですけど、あの深くここでは言いませんけど、あのもし あの人のことかなと思ったら、あのこれここまで動画を見てくれた人で、あの思い出した時にあの献杯してください。本当いい選手でしたよね。あのあれ伊藤の G3 だったかな、あの深谷相手に短期でかまして、あの最後深谷のまくり届いちゃうんだけどね、あれいいレースだった。去年の伊藤かな、あれ、あと4300円、まあ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 2600円投資だから、まあ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 、こんなあの低所得の底辺の人間なんでね、あの豆買いしかできないんで、あのよく YouTuber がやってる何十万かけましたっていうのはできないんで、すいません、これぐらいで許してください。一応プラスなんでね、また明日以降も買えそうですね。あのガールズの決勝外してるんで、まあ、その辺もちょっとまくった感じですね。浅井康太2着、2番カナダ大統領、3着、いや本当お疲れ様でした。払い戻し金です。二社単は1番、2番で1320円、三連単1番、2番、9番、そんな感じで9300円、その他の払い戻し金額はご覧の通りです。ではでは、では終了しました。 S 級決勝